ファン騒然。ナンバーアンダーラインアイの新曲、6月上旬の配信と、アリーナライブ直前にリリース。その独自性とはナンバーアンダーラインアイ待望のセカンドシングルの配信について、ファンたちの期待が高まっていますね。待望のセカンドシングルの配信についての情報が入ってきました。これにより、ファンたちは再びワクワク感に包まれています。 さて、今回の新情報を見てみましょう。この新曲の配信は、ファンの間で熱い話題となっており、期待が高まっています。そこで、今回はこの待望のセカンドシングルについて、その興奮や期待を共有しつつ、様々な視点から探ってみたいと思います。これまでバイト先の優先では常に 2B の曲が流れていたとのことですが、 音楽を流す提案が出されているようです。これは新たな曲やアーティストの音楽を導入する可能性を示唆しています。新たな音楽の発見は常にワクワクするものですね。カップリング曲も話題になり、ファンたちの期待が高まっています。これがどんな曲なのか非常に興味深いですね。まず、この新曲のカップリング曲が話題になり、 ファンの興奮が高まっています。ファンの多くは、バイト先の優先が常に 2B の曲であるため、新しい音楽を楽しみにしています。そして、配信日が6月上旬であり、アリーナライブの前に配信される予定であることも、興奮をかきたてます。このような背景から、ファンたちは新しい曲に対する期待が高まるばかりです。さらに、 配信日は6月上旬とのことで、アリーナライブの前に配信される予定とのこと。これはファンにとって素晴らしいニュースですね。ライブ前に新曲を楽しめるというのは待ち遠しいものです。そして、セカンドシングルの円盤化は6月後半か7月になる見込みとのことです。これは CD として残すことができるということで、多くのファンにとって嬉しい情報でしょう。 一方で、ファンの中には、CD として音楽を手元に残したいという願望もあります。例えば、あるファンは、洋服や宝石などの高価なアイテムは手が届かないが、せめて CD は手に入れたいと感じています。このように、推し活動には様々な面があり、すべてが初めての経験であり、戸惑うこともあるかもしれません。しかし、 彼らは地道に自分のペースで推し活動を進めています。また、この新曲のリリースが迫る中、過去の楽曲や活動にも触れる機会があります。例えば、セカンドデジタルシングルとして配信された、ブローユアーカバーが4月12日にリリースされました。このような活動を通じて、彼らはファンとのつながりを強化し、新しい音楽を届ける準備を整えています。 そして、バラエティ番組などでの活動も楽しみにしているファンも多いようです。彼らのバラエティ番組での姿は、いつも笑顔で溢れており、ファンにとっては癒しの場でもあります。最後に、次回の配信に対する期待が高まる中、楽曲の内容や方向性についての予想も出ていますね。ファンたちは3人のバラエティ豊かなパフォーマンスを期待しています。そして、 ペイペイ以外の支払い方法についての要望もあります。これにより、より多くのファンがグッズなどを手に入れることができるかもしれません。新たな情報が次々と入ってくる中、ファンたちはますます楽しみにしています。次の配信やライブが待ち遠しいですね。果たして、彼らはファンの期待に応えることができるのでしょうか楽しみに待ちましょう。では、 次の配信に向けて皆さんはどんなことを期待していますか新曲の内容や CD の特典など気になる点はたくさんありますね。どんな展開が待ち受けているのか楽しみにしています。最後に、この新曲のリリースに対する期待と興奮が高まる中、彼らの活動に対するサポートも続いています。 彼らのバラエティ番組やライブを楽しみにするファンたちの姿があります。彼らは常にファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らの活動を通じて幅広い層の人々に感動と喜びを届けています。このように、ナンバーアンダーライン愛の待望のセカンドシングルの配信に対するファンの期待と興奮は高まる。一方で、彼らの活動に対する支持も続いています。 彼らの音楽は多くの人々にとって喜びと感動をもたらしており、今後の活動にもますます期待が高まります。では、あなたはこの新曲のリリースに対してどのような期待や思いを抱いていますか新曲がどのような方向性で展開されるのか、あなたの予想は何でしょうかぜひ、あなたの意見や感想を共有してください。